木の輪神社と利益の輪神社本殿木の輪神社境内木の輪史跡公園の北西閣付近から見た木の輪神社の境内木の輪史跡公園の北西閣は古代成長の北西閣の位置にあたる背後に見える山影は霊峰町海山木の輪神社は山形県酒田市にある神社である昭和6年に神社周辺から古代の城作史が発見され 当社が上作の陳珠神であることが分かった。では国二宮で、旧社格は、県社。縁技式新名庁への記載はないが、六国史にその名が見える国史未在社である。創建年代は不明だが、木の和の出和作史及び、国分寺市調査では、木の和作の建設された、和道元年から令期二年の間に創建されたのでは、ないかと推測している。安永四年に写史により書かれた演技。 二宮古今記によれば、当社は、慶光天皇の行に鎮座したとしているが、安政六年に書かれた五百神では、慶光天皇行云々とあれど新型紙と述べている。昭和六年五月に、上作詩が発見され、木の輪の出羽作詩及び、国分寺市調査では、上作の修林に祀られていることが、木の輪神と呼ばれたゆえんであると考察している。また同書では、 当時の状況を遂行した場合、東北方向に、映像が、最も多く、この方向からの襲来を考慮して、城作も北側に、厳重な工事が施されており、城作の北辺に祀られた木の和紙は、蝦夷の水分進む伏せを祈願したで和作の陳樹であると、考察している。また、宮方、玉田、寺屋敷、衆都屋敷、鏡殿、暗い灘、兵庫の意味、直来殿、上、 ユダなどの神社周辺にある地名は、上作史の発見によりその意義が明らかとなった。特に宮方は、二宮古今期に、頭家を定めて、祭礼を行うに、宮方公伝方というあり。税をもって考えふれば、イニシは、新領の内をば、宮方と称し、後海をば公伝方と称せしと名しと言えり。宮方村は、新領の内なり。方の字を構成に形に、 書き換えたるか、とあり、このことから、木の和のでは作詞及び、国分寺市調査では、宮方は木の和神社の車両を工作する農民、高伝方は国府所属の農民だとしている。二宮古今期によれば、祭神木の和大名人は、丘の御玉の命のことで、長海山大物海神社と同体であり、陽明天皇の行に、 長海山大物海神社を一の宮とする大学の先人が賜われた頃から、当社は二の宮と称するようになった二の宮とは第二王子のことであると述べている。しかしながら、木の和のでは作詞及び国分寺市調査では本節を口頭無形に過ぎないとしている。延長五年の演技式新名帳には記載されていないが、日本三大実録館第十条元七年二月二十七日条に、 では国政6位上記の和紙を15位下に少女したと記載されており、さらに、日本三大実録館三37元行4年2月27日上には、大物意味神、合算神小物木神と並んで、さらに深海が少女され、15位上に進んだことが記載されている。日本の神々神社と聖地から12東北、北海道では、元行4年は、 秋田城をめぐる岩行の乱が収束した頃であるので、当社はこの乱についての霊言によって、放災を受けたものであろう、と考察している。前述のように、木の輪神社の社名は、木の輪策の存在が前提となっており、同書においても、この神社が旧世紀半ば以降に、日本三大実録に現れるのは、作が本格的に営まれた。 平安時代初期以来の当社の数勢を表しているからだと述べている。二宮古今期では、王子は大河乱で広大な社地車両の寄付や社人車層の方兵に預かり、流星であったとしている。しかし、昨日はのでは作詞及び国分寺市調査によれば、日本三大実録以降、江戸時代の2から3の記録を除いて、当社の記録は一切なく、いずれの時代からか推移して、 演技式神明庁の記載に漏れ、慶長年間の最上義満の車両寄進にも漏れたとしている。二宮古今期によれば、戦国時代の王人及び天正年間の戦乱により、社人社層が滅んだり蓄転したりして神社は荒廃したのだという。江戸時代に入り、胸札から元羅元年に御堂が建立されたことが分かっており、その後、修験本学院が別当になったという。また、 庄内藩主堺氏により復興され、宝永年間と天保年間に平白漁が寄進されたという、日本の神々神社と聖地から十二東北、北海道では、宝永年間と天保年間には、年代の間隔からして、社殿の改修も行われたのではないかと推測している。二宮古今記によれば、この縁起の書かれた、安永四年に、現元年に混流された御堂が修繕できないほど、 朽ちたため、寄付をいただいて新築した社殿に遷宮した、と記録している。山形県人社市によれば、明治6年1月16日に社殿が炎上し、伝えてきたものも有に返したが、翌7年9月に再建されている。この時の火災により、表面に、木の割り面に、天徳4年5月偶後の木根がある、直学と言い伝えられる木片も消失している。 明治9年2月24日には、尊社となり、翌10年国平中社長会山大物弓神社の拙者に指定された。明治15年に永代公中が結成され、今日に至っている。また、明治27年10月22日に、省内大震災にリサイ社殿が反壊するも、同年内に解体、翌28年には、元通りに再建された、としている。さらに、 山形県人者市によれば、大正5年4月20日に、共新社へ指定され、昭和7年3月9日に至り利権に昇格されている。昭和41年には、本殿屋根を同伴武器に改修、昭和52年からは、う子の子供たちによる、神子前の奉納を行うようになり、現在も続けられているのだという、ありがとうございます。